プーチン大統領より勲章を授かる、ブルガコフ。2000年5月28日、ウラジーミル・ブルガコフは、ロシア連邦の軍人、極東軍管区司令官、大将、ロシア連邦英雄、ロストフ州、ベーラヤ・カリトバシ出身、カフカーズ、スボールフ学校、タシケント高等軍事戦車式学校を卒業。1971年から1976年まで、 中央軍集団において、戦車小隊長、中隊長、大隊長を歴任。1979年に、装甲戦車兵軍事アカデミーを卒業した後、戦車連隊参謀長、連隊長、戦車師団副師団長を務める。1985年から1987年、アフガニスタンで戦う。1989年から1994年まで、 自動車加速劇師団長。第166独立自動車加速劇旅団を指揮した後、第58諸兵家連合軍副司令官に任命。1995年、軍集団司令官。1997年、参謀本部軍事アカデミー卒業後、第8軍団長。1998年12月に、非常事態担当北カフカーズ軍管区副司令官に任命。 1999年8月、ダゲスタンのボトリフ地区において、シャミルバサエフの部隊を撃滅。同年10月、在北、カフカーズ連邦軍北方作戦集団を指揮し、グロズヌイーダッシュ作戦を指導した。2000年2月26日から、中央作戦集団司令官となり、シャトイのダッシュ等に参加した。同年3月、ロシア連邦英雄の称号が授与された。 2000年、北カフカーズ軍管区参謀長。2003年8月、ロシア陸軍副総司令官に任命。2006年9月8日、極東軍管区司令官に任命。最大、一難一女を有する。息子は将校。上級中尉、大尉、中佐には、期限前に昇進した。軍事科学準博士。 ありがとうございます。